世界文化遺産富士山の構成資産の一つ、富士宮市の白糸の滝に架かる橋で清掃作業が行われました。作業が行われたのは、10年前の富士山世界文化遺産登録を契機に白糸の滝に架けられた長さ39メートルの滝見橋です。水しぶきを浴び苔が繁殖しやすいため、橋を設計した日本大学理工学部の関文夫教授のもと、8年前から学生たちが橋の清掃を行っています。昨日は学生およそ50人が発電機を使って水を汲み上げ、ブラシやジェット噴射器で苔を落とし、きれいな橋によみがえらせていました。